なぜ俺が狩猟だと思う？匂いだ。さすがだね。いいだろう。この決闘を受けよう。オラフの子アシェラッド、オーディンの名において誓う。やっ、俺もね、あんたから匂いを感じるんだよ。俺と同じ匂いだ。ヨウムのトロルよ。俺を知って。アシェラッド、貴様妻子はいるか？いや。そうか、始めよう。ずいぶん無造作に間合いを詰めてくる。足を運んだ甲斐があったぜ。なかなかの男がいるじゃねえか。トルツ強いな。許せ、アシェラット。手加減はできん。あえて嬉しいぜ、トルズ。奴の狙いは俺の剣か。これ以上は受けきれねえ。ってことは奴の剣も来た。狙いが読めりゃ剣筋も読めるぜ。来た、大振り。俺が油断して大振りするのを待ってやがった。鼻から剣を折らせるつもりで全部こいつの筋書き通りか。なんてこった、この俺がいいように踊らされるとは。どうした、やれよ。その必要はない。降参すると言え、それでいい。俺は狩猟だぜ。手下の前でそれだけは言えねえな。どうした、やれよ。俺を殺さん限りこの決闘は終わらんぞ。認めろ、この決闘は俺の勝ちだ。速やかに兵を引け。本当に強いな、トールズ。あんたなら一軍の大将も務まるだろう。だがなぜだね。それほどの腕がありながら15年もアイスランドに。もったいないと思わんか？思わん。こんなものに頼らざるを得んのは俺が未熟だからだ。本当の戦士には剣などいらぬ。トールズ、あんた俺たちの狩猟にならんか？
なんちってね。おいおい、誰も笑わねえな。冗談だよ。なんだ、冗談。ようやく体が温まってきたぜ。